東京都立富士高等学校、付属中学校。東京都立富士高等学校、付属中学校。東京都立富士高等学校、付属中学校。英称、東京メトロポリタンインスティチュート、富士シニアハイスクールジュネアハイスクールは、全日制普通科の都立高等学校、中学校。所在地は、東京都中野区弥生町5丁目。通称は、富士校、富士校。 1919年、大正8年創立の東京府立、第五高等女学校を前身とする都立新、学校、自主自立、文部両道の精神を伝統としている。都立高校前世紀は、第三楽区、中野区、杉並区、練馬区において、女子最難関であった。学校軍制度時代には、西高校と同軍となったことで男子の受験難易度も上昇した。 中でも1970年代から1980年代初頭には、東京大学合格者数が30の40名前後を数え、東大合格者数ランキングでも、全国で20位以内に入り、当時都立トップ校であった西と共に、西、富士として並び称されていた。青山高校、国立高校と同様に、学校群制度によって、進学実績を伸ばした数少ない一校である。 学校群制度廃止後は、都立高校間の成績別階層化が進み、進学実績が低迷したが、近年は、進路指導の強化や土曜授業の復活、修塾度別授業の実施などの改革を進め、進学実績、入学倍率ともに上昇傾向にある。2010年、平成22年4月に、東京都立富士高等学校付属中学校が、開校し、中高一貫校化。 中学校併設型された、後実の中高一貫校化参照。これに合わせ、高校入試では2010年度より、募集人員を320人、8クラスから200人、5クラスに減らし、国語、数学、英語、リスニングを除くは、事己作成問題を出題する。高校は2012年度当時は、自由な校風で知られ、制服はない。 1960年代後半に生徒から制服廃止の主張があり、1970年度で制服は廃止された。男子、爪め入り学生服、女子、青卵服の制服は現在は標準服となっており、着用の義務はない。頭髪や持ち物の制約も一切ない。しかし2010年に開校した付属中学校では制服の着用が義務付けられ、 携帯電話は原則として禁止される。なお、2013年度高校入学生から制服が義務化され、純制服として、下記の制服に青のワイシャツ、ポロシャツ、男子はチェックのズボン、女子はチェックのスカートが導入された必須ではない。2015年度現在では全学年の制服着用が義務付けられている。剣道部は男子が2006年、 2007年の2年連続、女子は2002年から2007年の6年連続で関東大会に出場、なぎなた部はインターハイに2年連続で出場するなど、全国レベルにある。剣道部、なぎなた部以外にも、男子バレーボール部は関東大会へ2007年初出場、公式野球部が2007年の夏の甲子園、西東京大会で、 ノーシードの都立高校ながらベスト8まで勝ち進むなど、好成績を残している。池澤夏樹、津村節子の二人の芥川賞受賞者をはじめ、文芸界の第一線で活躍する多数の著名人を輩出している。文芸部の活動も発行している、同人誌が常時200ページ前後を数えるなどレベルが高い。定時制普通科を併設しており、不律。 第5工場に期限を持ち70年近い伝統を誇っていたが、2010年、平成22年3月で廃止、定時制の機能は2010年度より、小木久保高校へと移行され三部制、午前、馬、夜間の教育課程を編成する。高校1年時の英語表現、数愛や2年時の数学 B などにおいて、修熟度別の少人数授業を行い、 生徒に考えさせる授業を展開している。3年時には科目選択の幅が広がり、かなり自由にカリキュラムを組むことができる。また月に2度、土曜授業を実施し、国語や英語の授業の充実を図っている。家庭学習は1日高校1年生2時間、2年生3時間、3年生4時間以上が目標とされている。自習室や図書室、開館時のみ。 が自習スペースとして開放されており、高校1年生から3年生まで自由に使用できる。進路指導では、卒業生による講演会や、懇談会、大学教授による模擬授業などを実施し、生徒の進路意識向上が図られている。東京都立富士高等学校附属中学校が2010年、平成22年4月に開校し、中高一貫校か、 中学校併設が出された。中高一貫校の学校像は、高い知性と深い教養を目指し、品性とみずみずしい感性を高め、社会のリーダーとして活躍できる能力や資質を育てる学校である。中高一貫校では東大に20から30人、合格させたかつての実績を目指すとともに、大学入学後も伸び続ける、余力を残した生徒を育てるという、 付属中学校では制服の着用が義務付けられるなど、高校に比べて校則は厳しく、2013年度からは、付属中学校1期生の高校進学に合わせて、高校への制服導入を決めた。付属中学校では、東京都教育委員会の判断により新しい歴史教科書を作る会の不走者版歴史教科書が採択されている。 森上教育研究所代表の森上天安は、都立中高一貫校は、石原慎太郎都知事の意が強く働いており、私立で言えばオーナー型の経営に近い、教科書といい、学校の運営といい、都教委の権限が強く、母体になる高校も、都教委が組みしやすい学校が選ばれている、と指摘している。教科学習と最先端科学学習で、知性と教養を深め、 行事で、品性と感性を磨き、リーダーシップセミナーで、リーダーシップを高める。本校は、生徒一人、数との可能性を発揮させ、優れた社会の形成者たる人材の育成に、努めている。教育目標はである。1949年、昭和24年春に、新生高校の男女教学に基づくナンバースクールの廃止に伴い、 新校名を答申するよう通知を受けた。学期末休業中であり、生徒の希望を取ることができなかったが、職員会議の結果、所在地の中野区中野富士見町、現、弥生町にちなみ、富士高等学校という校名で、ひとまず答申された。その後、新学期早々全校生徒に諮った際には、若竹、第五、第五の文字利、不要などの案が出されたが、いずれの案も、 圧倒的な支持を得るには至らず、年末に富士を交えて最終決定のため調査を行ったところ、富士を支持するものが多く、1 9五十年、昭和二十五年一月二十八日に正式に東京都立富士高等学校に改名された。第五工場時代は、旧校家の歌詞、小野絵の桜、園の若松にちなみ、桜を松葉で囲んだ交渉が使われていたが、 男女共学化及び公明変更を受け、1949年度より職員、生徒、保護者から募集を行った。しかし、思うような案が出なかったため、全国の学校の交渉及び日本の文章を参考に制作されたものの中から10点程度を選び、生徒による投票の結果、現交渉に変更された。家門の一種である松葉桜に公明を象徴する。 富士山をあしらったもので、松には、松の緑の変わらない、節層節備の基礎の上に立つ、桜には、硬貨の華やかさ、奥ゆかしさに理想を置くという願が込められている。敷地面積は二万三千五百九十三メートル、校舎面積は一万六千八百三十八メートル、校庭は八千四百六十二メートル、現校舎は、前校舎の老朽化を受け、九百九十年に、 全面改築されたものである。2007年度学校紹介によると、富士高生の6割は自転車で通学しているが、付属中学校では安全面から自転車通学は禁止される。オートバイ通学は1988年、昭和63年以降全面的に禁止されている。生徒の加入率は例年90%を超える。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。